こんばんは。全国外国人雇用協会留学生就職学院の郷田千佳です。ただいまから第26回有力企業就職ライブ大阪編をお送りさせていただきます。留学生就職学院では毎日有力企業就職フェアというリアルイベントを開催しています。これは東京の本店で開催しています。でなかなかねこのリアルイベントに来れないという方のために、このオンライン配信もやっております。この大阪編では、大阪会場に企業の社長さんがお越しくださるという案件をピックアップしてご案内しています。それで有力企業就職フェアのリアルイベントを先週からですかね、大阪でも開催することに変わりました。前は東京だけだったんですけど大阪でも開催することにしました。ただしですね、毎日ではなくて月水金の11時、月曜日、水曜日、金曜日の午前11時からの開催となっていますので、このオンラインで見て、あ、これ受けてみたいなという方はオンラインで申し込んでいただいても結構ですし、こちらの就職フェアに行ってお申し込みいただいても結構です。どちらでもいいですのでね、まずはまあ案件をね見て決めてください。でこの、オンラインの方は日曜日だけ配信しています。夜8時ぐらいに配信となります。毎回3から6社、大阪支店の方に企業さんが来てくださるか、案件をピックアップしてご案内しています。それでは早速ね1社目、こちらはですね、先週のこのオンラインでもご案内させていただきましたけど、いよいよ面接が明日となりましたのでもう一度ご案内させていただきます。これは管理のお仕事です。工場で管理をします。で何の管理かというとね、品質の管理ですか、検査も自分でやるけども、品質管理をするというのがメインのお仕事です。場所はね京都府にあります、八幡市ですね、梅田駅からだいたい1時間ぐらいの場所、京都にお住まいの方はねもっと近いと思います。路線図よくご確認ください。でここで機械部品を作るんだけども、検査とか品質管理というものをやっていただきます。寸法チェックね、寸法って分かりますか、サイズですね、ですからなんか測りで、あのメジャーというか、定規なのか、そういうサイズを測る、それから、お客様との、ね、品質管理についてのいろんなお話、どうしても物を作るとねぴったり同じっていうのを作れない、少しは誤差というか少しずつずれるものができる、じゃあどこまで OK かとかそういう話をするんじゃないかなと思います。ちょっと分かりませんけどね、そのあたりは面接で詳しく聞いてみてください。でそれを社内にお客様との会話したことをフィードバック、社内で報告するというような業務になります。面接は明日の2時ですからね、ぜひ受けてみてください。1人から2人の募集です。それから2つ目の会社、こちらはね、フルーツ工場、フルーツというのかな、この梅がメインですけどもね、この食品工場になります。実はこの会社も面接1回やりました。そして2人内定ね、ベトナムの女性の方2人内定いただきました。でご本人さんたちも行くということでね、今、ビザの申請の準備をしているところです。ただもう少し欲しいということでまたね、面接してくださることになりました。場所は和歌山県です。大阪の天王寺から1時間57分という場所になりますけどね、まあ会社の寮がありますのでそちらに住んで、工場でいろんな加工をするということになります。でこの和歌山は日本一の梅の産地なんですね。日本で一番たくさん梅が取れる、しかも品質がいいということでブランドもね確立されて高く売れるんです、和歌山の梅は。でその梅をいろいろ加工してね、梅干しもしますし、ジャムもしますし、甘い漬けたようなものもあるでしょうし、いっぱいいろんなものを作らないといけないということだと思います。で和歌山は大阪に近いですから、場所としてはね、海も山もあるんだけども都会なんですね。田舎のようで都会なので、周りにもいっぱいスーパーとかもあるのでとっても暮らしやすい。でも家賃とかいろんな売ってるものとかはね、東京に比べたらもちろん安いですし、大阪のに比べてもまだ安いということでね、お金も貯まりやすい、貯金もいっぱいできると思います。で今ベトナムと中国の人がすでに働いてますので、住む関係上ね、同じ部屋になるのはやっぱ同じ国の人がいいんじゃないかなということで、この国の方は特に歓迎します。
でも別に違う国の人と住めるよということであれば違う国の方も結構ですので考えてみてください。すごく綺麗な、ね、社宅を用意していただいてます。面接は8月10日火曜日17時です。よろしくお願いします。一応ね3名まだ募集したいということです。それから次ね、介護のお仕事です。こちらはですね、介護っていうのは施設によっていろんなパターンがあるんですね。デイサービスとか、それから老人ホームと言われるところとかね。でここはですね、24時間サービス付きのマンションなんですね。マンションの中で、それぞれのお部屋に多分人が住んでるんだけども、集まれる場所もありますし、何かね、あったらすぐフロントっていうのかな、電話をすると、サポートする人が飛んでいくということになりますので、交代で24時間ずっと働くことになります。場所はね、大阪市で中崎町駅ですね。ナンバーから18分って書いてますけど、中崎町っていうのは実はね、 JR の大阪駅、この梅田ですね、ここからも歩けます。歩くと15分ぐらい、ですからすごく便利な場所です。しかもね、おしゃれなお店が周りにいっぱいあるんです。とてもね、いいところ、ね、ここにある施設、24時間サービス付きのマンションということになります。ですからそのね、マンションでの介護サービスとなります。で駅からも近いのでね、とてもいいですね。で貢献度に応じて昇給していきますよ。で24時間なので当然交代で夜勤に入りますけども、夜勤は1回に7000円ね、結構高い、ね、手当がつきますので、とてもいいと思います。面接は8月11日水曜日の2時です。よろしくお願いします。2人の募集です。はい、次はね、設置と書いてありますね。こちら何をするかというと、家具ですね。お店用の家具、店舗でいろいろ商品をね、載せる棚とかね、それからケーキ屋さんだったらケーキの入ってるケース、こういうものを、工場で組み立てて、お店に届けるというお仕事になります。場所は大阪府の摂津市ですね。南摂津駅、南摂津駅ってね、モノレールが走ってるんですね。大阪の方はご存知と思いますけど、このモノレールの中の駅です。梅田からだいたい35分で行ける場所です。近いですね、便利だと思います。で店舗で使う家具を組み立てて出荷する店舗に送るということですね。で溶接作業もあります。大きなものは溶接でくっつけたりします。でも未経験でも大丈夫ですよということなのでね、何でも頑張ってやりますということを面接で言っていただいたらいいと思います。でフォークリフトの運転ができる方はアピールしてください。優遇します。優遇なのでね、別にできなくても問題ありません。面接は12日木曜日5時となっています。よろしくお願いします。1人から2人募集しますよ。お給料21万スタートだけど、できるようになれば28万5千円ですからね、結構いいと思いますね。はい、やってみてください。次はね、飲食のお仕事ですね。飲食結構人気ですね。やってみたい方ぜひどうぞ。ここはですね、ホテル内のレストランもやります。やりますというか持ってますね。それと、新店舗でね、別のホテルとは別のところに店舗があります。で今すでにもう1店舗居酒屋さんも持ってますので、そのどこかで働くということになります。ホテルの場合はね、こういうホテルの、1階かなに、レストランがあるのでそこで働くことになります。場所は全部近いです。どのお店も近いね、新大阪駅の近くとなります。新大阪は、まあ、説明いらないと思いますけどもね、難波からも15分とても便利ですね。御堂筋線で行けますしね、もちろん JR でも行けます。で、ホテルの方 の、 お店だったら朝食のビュッフェもやりますので、朝早く働くことになると思います。で居酒屋もあります。で店長候補としての採用になりますので、最初はホール業務ですけども、全部業務を覚えて 1店舗ね、任されるということになりますので、やりがいがあると思いますよ。男女どちらでももちろん結構です。面接は13日金曜日の2時です。飲食店やってみたい、将来店長として頑張りたいという方はね、ぜひやってみてください。店長候補なので30万円です。試用期間中はもしかするとちょっとね、安いかもしれませんけど、試用期間っていうのは普通は1ヶ月から3ヶ月で終わりますので、その後はこの値段ですからね、やりがいありますね。ぜひ頑張ってみてください。はい、次また飲食店ですね。こちらは、グリル、鉄板焼きって日本語で言いますけどね、大きな、
鉄の板の上でいろんなものを焼くというのが鉄板焼きです。で特にステーキね、お肉を焼くというのが多いみたいですね。ここでキッチンとホールの業務ということになります。場所はね、北新地駅、北新地って知ってますかね。梅田からも歩けるんですよ。一応駅はありますけどね、梅田からも10分かからないぐらい歩いてすぐだと思います。北新地駅は難波から12分のところね、どっからも便利です。ここで、ホールとキッチンやりますよ。これまでの経験は問いませんということなので、飲食店の経験が全然ない人も大丈夫です、ね。入って仕事をしっかり覚えて頑張れる人、これを募集していますよ。年1回ね、みんなで海外旅行も行くような仲のいい会社だそうです。面接は8月16日月曜日2時ですのでね、ぜひやってみてください。こちらはスタート21万ですけどもね、できるようになると38万ということですのでね、ぜひやってみてください。4人募集です。チャンスありますよ。はい、次また飲食店です。大阪飲食店の募集が増えてきましたね。景気が良くなってきたかもしれません。皆さんにもチャンスがありますよ。ぜひぜひ受けてみてください。こちらはね、カフェですね。先ほどはね、どちらかというと夕食メインのところだったけど、こちらは、ランチメインですね。カフェになります。でここは、大阪市、同じ大阪市ですけど、駅は野田駅ですね。野田駅はちょっと神戸寄りですね。福島、大阪から歩ける場所で福島、隣は福島駅ですね。さらにその隣が野田駅ですのでね、ここから梅田もね、頑張れば歩けるぐらいの距離だと思います。電車に乗ったらたった3分です。でここでね、カフェで調理とか接客を、するんですけども、お店の運営ができる、ここも店長候補募集ですから、しっかり覚えてね、店長を目指してください。でキッチンカーもお持ちだということなので、まあ、今コロナなのでね、店舗ばっかりだと大変なので、これ外で販売もやってるみたいですから、ここで、何を出せばいいかっていうメニューを考えるお仕事もあるし、あとレンタルスペースもあるみたいなので、そこでね、いろんな人が申し込んできますので、そういった対応なども、やることになります。で調理の経験がある人は優遇しますので、アピールしてください。これはね、お店じゃなくても自分の家でこういう料理作れますということでもいいと思いますよ。包丁がどれぐらい使えるのか、それから火、ね、フライパンも、振れるのかとか、揚げ物ができるのかとか、そういった、ね、ことをアピールするといいと思います。面接は18日水曜日の2時です。1人から2人募集ですね。18万スタートですけども、25万まですぐ上がりますのでね、ぜひやってみてください。はい、今日は以上のご案内となります。受けてみたいものがあった方は、最初にも言いましたけど、今は大阪支店でも就職フェアをやりますので、月水金の朝11時に行っていただいたら、説明を受けて面接に進むことができます。でその時間はいけないよって、面接を直接受けたいよという方は申し込みをしてください。まずチャンネル登録をして、メールまたはお電話での申し込みをお願いします。で面接ね、決まった後も、社長さんたち忙しいですから、急に変更になることもあります。ぜひお家を出る前に電話で変更ないか確認してみてください。メールでお届けするサービスもありますけど、有料になりますので、お電話いただいた方がいいと思います。で、有力企業就職フェア、東京は毎日やっています。月水金11時、関木土日は2時です。で大阪はこの月水金11時だけ開催しています。これは祝日でも関係なくやりますのでね、今度の月曜日も祝日ですけど関係ないので、11時に行けるという方は直接行って申し込んで、その日の2時の面接を受けることもできますので、やってみてください。大阪会場は JR の新大阪駅東口出てすぐです。これこの間もなんか迷った方いらっしゃいますけどね、東口出たら、階段を降りてね、外に出てから、左向いてすぐのところです。この階段の出る前に、向こうに出るとややこしいですね。東口ここまで歩いてきて、駅の中歩いてきたら右の方に階段があります。それを降りて左向いて歩いてください。すぐのビルです。でもし名古屋会場が近いよという方は、名古屋会場から受けることもできます。こちら JR 名古屋駅対抗口出て、5分ぐらいのところ。で東京は JR 神田から徒歩5分のところでやっています。一番近いところに行ってぜひ受けてください。
それではね、皆さんのご応募をお待ちしています。よろしくお願いします。さよなら。